エルンストレオポルト・ビクトル・カール・アウグスト・ヨーゼフ・エミッヒ。2、来人間は、ドイツの主ンでスヘル。来人間公。ビクトリア英国女王の老いだった縁で、イギリス海軍に入隊し、提督まで昇進した。来人間公・カールとその妻の伯爵霊城、マリア・フォン・クレーベルスベルクの間の長男。高家の属する、来人間・ダークスブルク・ハルテンブルク家は、 代々福音派教会の信者だった。おばのビクトリア女王に引き取られて、英国宮廷で少年時代を送り、スイスのジュネーブ大学で高等教育を収めた後、1849年、英国海軍に士官候補生として入隊。第二次英明戦争、クリミア戦争に従軍する。1855年バルト海、地中海での高校任務に就く。以降は、 長くフリゲート艦 HMS マジシェンヌ号、王室ヨットビクトリアアルバート2号の艦長として勤務した。1881年副帝徳、1887年帝督に承認。1895年に英国海軍を退役した。ウンターフランケン、ヘッセン、バーデン諸地方の大土地所有者の後取りであり、1856年父の死と同時に、 バイエルン参議院、ヘッセン大公国国議会第一院、バーデン大公国国議会第一院の議席を受け継いだ。領主としてのエルンストは倹約家で財政の立て直しに優れた手腕を発揮した。オーデンバルトに所有する山林が収益を上げていないことを知ると新たに山林を開発した。1865年、首都向けに命じて元修道院の一部だった。 アモールバッハ宮廷教会のパイプオルガンを修復させた。また1867年までに英国カントリーハウスを模範とするバルトライ人間城の建設を完了させ、城の周囲には広大な森林公園を整備した。1893年歴史研究のためにライ人間効果文書館を設立し、1897年効果の新しい家計を制定した。 エルンストは、言語習得に長け、欧州の言語7カ国語を流暢に話したほか、いくつかの中東の言語も使うことができた。1863年には、ギリシャの国王候補の一人に推挙された。1882年には、ドイツ帝国海軍の大帝督に、1890年には、両方下が検討された、帝国領エルザスロートリンゲンの広告原種に、推挙されたが、 いずれも実現していない。後者の二つはあまりにも現実離れした提案で実際に就任できる可能性は極めて薄く、本人も魅力を感じず応じることもなかった。来人原稿をエルンストと3歳年下の重ホーエンドエランゲンブルク講師、ビクトル。フレデリック・リチャード・セが1858年9月11日、カールスリュエにてバーデン大公。 レオポルトの次女マリーと結婚し、一男一女を設けた。フォーステンフォルジでハウジスライニングン、ハットウィリアムロニアー・ロニ RN、ナンバー25721、ザ・ロンドン・ガゼット、15十従十来1887、18 P3852、ナンバー26679、 ザロンドンガゼット、12オーベンバー1895、P6099、ゼンドンで s W ・ R ・ルバーダイ、オーガルバウアー・ファミリー・シュトゥム、ナンバー22761。ザロンドンガゼット、11オーガスト1863、P3995、ナンバー23064。 ザロンドンガゼット30ジャニュアリー 1866P511No.25717 ザロンドンガゼット一時来千八 1887P3561No.25742 ザロンドンガゼット27セプテンバー 1887P5263No.25745 ザロンドンガゼット7オクトーバー 1887P5435No.27007 ザロンドンガゼット23セプテンバー 1898P5599 ありがとうございます。